はい、どうもこんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はねもう手早くパパッとオイル交換をやってしまおうと思います。今の走行距離がすぐ出ない、1000キロちょっと超えたくらいなんですよね。よいしょ。1338で、前に変えてから100キロくらいで変えてるんですよ。で前に変えてから1214走ってます。だから100キロでオイルだけを交換して、今回ねエレメントとオイルどっちも交換するという感じになってます。はい、でオイルはこんな感じ見えます。まあそこそこ汚れた感じですけど、まあでも100キロで変えてるんでね、1回ねまあ、程いい汚れ具合だと思います。で今回オイルフィルター変えるんで、こいつ外さないとダメですね。こいつ外してで、オイル交換、ドレンボルトは反対側ね、ドレンボルト、この下に、見えます、これ ねドレンボルト、これをやっていきますね。で今回使うのは、これね、エクスターの R の5000、まあ通勤仕様なんで基本ね、これにしようと思ってちょっと安かったんで買ってみました。でオイルフィルターはこれがあれね、こうデイトナのオイルフィルターね、これと、であとまあ KTC の、これ持ってなかったんで 66.5 の、フィルターね、外すやつ、これだけ、用意しました。あとはもう手持ちのね、やつで、どんどんやっていこうと思います。はい、じゃあちょっとねとりあえずエンジンかけてオイルちょっと温めてね、こうからオイル出していこうと思います。はい、じゃあねエンジンほどほど温まったので抜いていこうと思います。とりあえずこのオイル入れるところの蓋をちょっと開けときますね。これ前も忘れたんですけど、これ開けてた方が抜きやすいってね、視聴者さんからグッドスピードさん、いつも見ていただいてる方なんですけど、開けた方がいいですよって、開ける時もあるんですけど忘れるんですよね、本当にね、本当にね、なんていうかいつも適当な整備で申し訳ないんですけど、ちょっとでも参考になればと思ってね撮ってますけど、じゃあドレンボルトねちょっと開けていきます。ちょっと手袋するの忘れてた、ちょっと用意します。はい、そしたら17ですね、17でいきます。ちょっと取りながら無理か、ちょっとしんどいな、ちょっと開けるのだけ、緩めるのだけ先やります。はい、とりあえず今ちょっと緩めたんで、もう手で回りますね。よいしょ。結構ね太いボルトですよね。GSX の時よりも太いです。いきます。よいしょ。おお、危ね。やっぱり結構汚れてますね。はい。ね。で、今回はこれをちゃんと抜き切った後に、こっちのエレメント抜くんですけど、マフラーにかぶるんで、なんか段ボールかなんかでちょっと、マフラー保護して、抜いていこうと思います。ちょっとこのまま放置します。はい、だいぶもうちょろちょろになってきたんで、一回ボルトをね、軽く締めて、よいしょ、オイルフィルターの方ねちょっと取っていこうと思います。よいしょ。
い、じゃあここにかましてやりますけど、ちょっとあれしながらはしんどいかな。段ボールをねちょっとかまして、行こうと思ったんですけど、どうしたらいいかな。こんな感じでいいかな。ちょっと取りながらしんどいな。セッティングだけやります。はい、もう今結構緩めました。もう緩め、あ、結構出てますね。こんな感じで、出てくるんで、段ボールくらいはちょっと処置してあげた方がいいと思います。オイルフィルターはね、処分が結構大変っていうか、捨てる場所がね、大変なんで、お、取れた。ね、よいしょ。おお、反対側にも埋めてる。またね、オイルフィルターのあのカッターをね、購入してやろうと思う。切って捨てようと思います。はい、だいぶオイルももうちょぼちょぼしか出なくなってきたんでね、こんな感じで置いておきます。でフィルターはまたさっきちょっと言いかけで終わっちゃいましたけど、処分大変なんですけど、ちょっと貯めといて、僕持ってないんであれなんですけど、フィルターのカッターね、また買って、それまでは何個かもう貯めといてね、結構高いんでね、フィルターのカッターで、また交換してね、カッターと処分をまとめてしていこうと思います。でこれ新しいフィルターね。でオイル、新しいオイルね、ちょっと入れてなじませるだけ、なじましとこうと。ああ入れすぎだ、入れすぎだね。でゴムのところもね、ちょっとオイル入れてなじましておこうと思います。よいしょ。はい、もうちょぼちょぼやからつけていこうか。いいよ。よし。特にこのゴムはついてるからいいんだよね。特にこの中とかパッキンゴムあんのかな。いや特にないな。中もゴムがあるのはないから、このままつければいいかな。はい、じゃあいきます。よいしょっと。よっよっ。でとりあえずくるくるくると、よっ。よっ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 。ある程度手で回るとこまでは締め込んで、よいしょ。あとちょっと、もうちょっとなんていうか、レンジでちょっと締め込んで、やろうと思います。はい。じゃあちょっと止めます。はい。もうね、ちょぼちょぼしか出なくなってきたんで、ドレンボルトね、入れていこうと思います。今回、これもともとついてたドレンボルトなんですけど、今回ね、このマグネットついたタイプね、これに交換をしていこうと思います。はい、まあ、こんな感じねです。よいしょ。結構ねこれ強力ですよ。ほらね、これを入れていきます。ちょっと拭いとこうかね。さっき一回オイルなじまして拭いたんで、よいしょ。じゃあこれを入れていきます。よっ。で、とりあえず今ちょっと軽く入れましたけど、これね、オイル交換のあれ、量ね、オイルの量なんですけど、オイル交換だけだったら 2.1、 フィルターも交換したら、2.2 ということで、まあ 2.2 とりあえず入れてみて、あとはちょっとね、油面でちょっと調整してっていう感じでいこうと思います。ではでは。
はい、じゃあ 2.2 入れていきます。とりあえず1リッターね。もうこんなん映してても仕方ないと思うんですけど、とりあえず最初だけね、こうまあ入れていきます。ドレンボルトはもう本締めしました。フィルターの方も本締めを、してます。はい、じゃあちょっと入れていきます。はい、今ね、2リッターくらい入れました。で、油面がもうこんな感じになってて、でとりあえずエンジン今からちょっと回してね、オイルフィルターの方とか全体にこうオイル活かして、エンジン切ってね、ちょっと油面調整を、していきたいと思います。ちょっとまあ待ちます、エンジンかけてね。はいはい、ねとりあえずエンジン回して、ちょっとねエンジン切った後置いてて、こんな状態。もう2リッターでもちょうどいいくらいですね。一応2100って書いてるから、これはオイルエレメント変えなかった時の量ですよね。だから2リッター、1リッター缶2つでも十分足りそうな感じですね。まあ一応規定量ということで、ちょっと夢見ながらちょっとだけ突き出ししときます。はい、今2200入れましたけど、やっぱりこれで F ね、フルの1、ちょうどくらいなんで、やっぱり2200でちょうどくらいですね。はい、じゃああとね、もう、またこの、直していくだけなんで、元に戻していくだけなんで、今日はこの辺で終わろうと思います。まあメンテね、まあオイル交換くらいだったら皆さんやられてると思うんですけど、オイルはね処分、僕はスタンドね、前は無料だったんですけどね、今ねオイル1回持っていくと100円取られるんですよ。だからちょっと貯めてね、持っていくようにしてます。まあ問題はこいつですね。こいつをまたバラして、まあ燃えるゴミ燃えないゴミ分けてね、出そうと思います。カッターが高いんですよねこれね。はい、ということで、今日はこのくらいで終わりにしておきます。また何かのね参考になればと思います。はい、そしたら今日も、また、ごめんなさい今後もどうぞよろしくお願いします。さようなら。